はい、ということで皆さん、今回タイムウーコンでやっていこうと思います。ウーコンはね、イグナイト持ってこられてると6レベルで死ぬ。持ってきてなくても6レベルで戦ったら負ける。結構むずい。まあ、とにかく序盤、マジで序盤強いから気をつけて。1レベル。何もしょうがないんだ今の突っ込んでくるかと思ったけど、あのボンアーマーあるからさ、1回分ぐらい耐えれるんだよね、その相手のハラス。何もしてこないないや、なんだこれ何もしてこないな。だ、経験値もらえるタイミングで前出て OK、 離されちゃった。そろそろ足り合いがだいぶしに来るんじゃないかという覚悟だけしとかなきゃいけない。覚悟しとくとね、スキルかわしやすくなるから、来るんじゃないかという覚悟、これ大事。そう、覚悟の準備しないと。やっぱり格ゲーでもあるから、やっぱ飛びが来るんじゃないかって思うことが大事なわけ。ジャンプして来るんじゃないかという、あの心構えがやっぱ大事なわけだよね。あのね、ウーコンがね、いいを素直に使ってくれればね、いいんだわ。いい使わせよう。ウーコン、いい使ってウルト使って、いいしてウルトして、じゃあね、前出てこないからいいや。いいしてウルトさせて W で一回引くといいんだよね。そのまま殴り続けると結構負ける、ウーコン相手。だ、一回ウルトを出したいこいつに。うれ、でタリアドラゴン勝ってリコールして、この後トップ側来るから、まあ、しばらくおとなしくしとこう。多分そろそろトップ食らう。タリア見えてても食らうからね、タリアのギャンクって。見えてても、見えててもガガガガガガってやるからさ。え、ちょっとずるくね、ウゴくん、ずるくねえか、なんかそれなんかやったと思ったんだけどな。ウーコンの弱点なんだろうな。ウーコンの弱点、まあレンジが短いことかな。やっぱりブリンクスケールそんなに長くない、それぐらいかな。タリア怖、タリア怖くね。ミッドも見えねえしな。ミッドは見えたけど、タリアにウルト打たれるとさ、もうフラッシュ切るしかないからさ、選択肢が、選択肢がフラッシュ打つ以外の何もないからさ。さすがにバレるよ。いや、さすがにバレてるよ、それはそれはさすがにバレてるよ。いや、使ったし今意地のだね、ウーコンワントリック意地の意地のプレイが出たね。常識は出してやる。死者の気持ち忘れていない。うわー、最強のコンボだ最強のコンボ決まった。J4 だ実質 J4。 ボンボコンボボンボボンボだ、今の完全に。皆さん来ましたね。で、春胸完成したし、もう負けろそない。こんなに硬くなったらね、ウーコンマジでどうしようもない。ここまで来たら楽なんだよね、ウーコンは。ここまで来れないと結構厳しい。あー、気持ちいい、気持ちよすぎ、最高のゲーム。あ、しかもこれタープレートもらえるわ。イリリアね、最近一周回ってそんなにきつくないんじゃないかという気がしてきた。
意外といけるんじゃないかという気がしてきました。イリリアは何回かね、ノーマルで対面したの、イリリアと運よく。なんかその時毎回勝ってね、普通にソロキルして両方とも意外とって思って、意外といけるなっていう。初手ハルブレだといける感じするんだよね。まあ、別に誰来たって僕が倒したりファームするだけだからさ、正直誰来たってあまり関係ないんだけど、カミールも嫌だな。カミールはさ、ウルト打たれるだけで、あのギャンク成功が確約されちゃうからさ、あれはもうなんかどうしようもないって感じ。で、連戦でウルト打たれた時点でさ、ギャンクで死ぬの確定しちゃうからさ、それが本当に嫌い。1対1だったら負けないんだけどね。1対1なら負けないんだけど。まだ味方バロン取れそうなタイミングじゃないな。あ、ボットこんだけ視界取れてれば安心して押せるけど。え、MF 帰っちゃう？残念。じゃあ一旦終了。一旦退却。あ、全員見えてるな。全員見えてんなら押そう。天才じゃん。つまんな。天才が出た。やべ、ミスった。ダブル出す場所ミスっちゃった。もういいね。当たった。あー気持ちいい。今回の試合めちゃくちゃうまい。今回僕めちゃくちゃうまい。スキル精度がめちゃくちゃいい。グーッと儲かってますね。バロンも取れたし完璧だ。この試合いい当たるね。今回の試合マジで完璧だな。文句ないぞ。いい、めっちゃ当たる。これはドラゴン普通に取りに行こうかな。スプリットの準備もう間に合わないから、これは普通にドラゴン行きます。覚悟しろ。ウーコンワンコアで僕は、ね、1,2,3,3 コアできてます。皆さんありがとうございます。お、危ない危ない。お、ウルト危ない。テレポートの 100% カウンターだこれ。テレポートの 100% カウンター。皆さんありがとうございます。僕らアグロ受けてんな。ガレンさ、イチューさ壊せないからさ、イチュー壁のこと殴れないから積むんだよね。ジジー完璧。完璧だこのゲーム。いや、ここ最近で一番うまい試合だったね。ジジー。